今ですね、山の方で採集してたんですけど、道をふらふらと歩くハラビロカマキリを発見しました。で、これおそらくね、ハリガネムシに操られてるんじゃないかなってことで、ちょっと今回このハラビロカマキリについていきたいと思います。で、本当にハリガネムシに操られてるんだったら水辺に向かうはずなので、ちょっとね、このハラビロカマキリについていこうと思います。ただこれ今歩いてますけど、川の方に向かってるんですよね。この道路ずっとまっすぐ進むと川の方なんですよ。で、なぜこのカマキリにハリガネムシが入ってるんじゃないかなって思ったかというと、普段ハラビロカマキリって樹上性のカマキリなんですよ。そうだから結構木の上とかで生活するんですけど、まあ、わざわざこうやって地面に降りてきて地面を歩いてるってことは怪しいんですよね。まあ多分この個体は寄生されてると思います。はい、どんどん川の方へ向かって歩いていきます。だんだん川が近づいてきております。で、少しハリガネムシのことも話していきたいと思います。ハリガネムシってもともとは水生生物なんですよね。水の中で生活する生き物なんですけど、そしたらなんでカマキリにハリガネムシが寄生するんやっていう話になると思います。実はですね、カマキリにハリガネムシが寄生する原因は水生昆虫です。まあ、例えばトンボとか、あとユスリカとかカゲロウとか、そういうのが挙げられるんですけど、そういう生き物はね、川の中で、まあ、いろんなものを食べるんですよ。で、その時にハリガネムシの幼生とかが体の中に入っちゃうんですよね。で、そのまま羽化したカゲロウとかトンボとかが成虫になって陸地に出て、それをカマキリが食べることで、カマキリの体内にハリガネムシが寄生します。まあ、簡単に言えばそういう感じですね。そうだから全てのカマキリがハリガネムシに寄生されるっていうわけではありません。ハリガネムシを取り込んだ水生昆虫を食べたカマキリだけがハリガネムシに寄生されることになります。はい、とうとうハラビロカマキリが川に到着してしまいました。で、本当にハリガネムシに寄生されてるんだったら川に飛び込むはずです。で、もしかしたらその瞬間を見れるかもしれないので、遠くから見守りたいと思います。果たしてどうなるのでしょうか。はい、やっぱりハリガネムシ出てきましたね。寄生されてました。そうだからさっきからこいつに川まで誘導されてたってことになります。恐ろしいっすね。
はい、こちらでございます。ハリガネムシ、なんか近くにあった枝に巻きつけ始めました。多分流れへんようにしてるんやろうな。結構長いです。で、カマキリね、ハリガネムシが出てきた腹広なんですけど、なんかのんきに毛づくろいしてますね。大丈夫なんですかね。なんかハリガネムシが出てきたカマキリは長生きできないって話をよく聞くんですけど、どうなるんでしょうかこの後。はい、また川の中に入っていきます。もうハリガネムシは出てきた後なんですけど、中入っていきますね。で、こうやってね、ハリガネムシが出てきたカマキリは水の中で生活している魚とかにとって非常にいい餌になります。そう、だからハリガネムシは結構生態系にもいい影響を与えてるんですよね。うん、結構なんかタンパク質とかが豊富らしくて、魚とかにとってはいい栄養になるみたいです。はい、何してんやろこいつ。なんかどんどん進んでいくんですよね、川の中に。不思議です。で、まあハリガネムシはこれからどんどん生きていくと思います。まあうまくカマキリを操って水辺まで連れてこさして、水の中に出てきたので問題なく生きていけますね。はい、どうするんやろうなこの後。産卵とか交尾とかするんでしょうか。ちょっとその辺まだよくわかんないですけど、まあおそらくこの川で成長していくと思います。はい、というわけで今回は採集をしてたら山の中をふらふらと歩くハラビロカマキリを発見したので、そのハラビロカマキリに密着した結果、ハリガネムシが出てくるっていう結果になりました。まあ大体予想はしてたんですけど、やっぱり恐ろしいですねハリガネムシ。で、寄生されてたカマキリには申し訳ないけど、結構貴重なシーンが撮れたんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回の動画はこんな感じで終わりです。ご視聴ありがとうございました。